4、事態は錯綜している。超人的な観察力と推理能力を揃えた人物が一足飛びに結論にたどり着き、一足飛びであるがゆえに凡人への説明に苦慮するといったような話は何度か読んだことがある。この僕は幸いにして観察力も推理能力も超人というほどではない。一足飛びではない代わり、推理の道筋そのものが説明になるはず。推理を連鎖させていって、その結果袋小路にはまり込んだり堂々巡りを始めたりするかもしれないけれど、そこは自分のおつむを信じるしかない。うまくいったらお慰みだ。どこから始めればいいか考えるからちょっと待ってと時間を乞う。僕は額に拳を当てて考え、健吾は腕組みしてそれを待つ。1、2分も経ったろうか、僕は拳を下ろしおもむろに話し出す。そうだね、再確認からかな。じゃあまず3日前、僕たちは路上で幼いさんの自転車を発見した。発見現場の周囲には目的地になるようなものはない。それでも坂上はある決まった時刻にそこに行く必要があったんだ。それは定時にそこにやってくるものがあるから、つまりバスが通るからとかとしか考えられなかった。これはどうかな。3日前幼いさんの前で話した内容を一口に言う。健吾は面食らったような顔をしていたが、僕の言ったことを咀嚼するようにしばらく考えていた。その道をバスが通ることは確認してあるのか。してある。ならいい。そのバスは自動車学校の無料送迎バスだ。坂上はそのバスに乗ろうとしていた。これは？健吾はわずかに眉を寄せた。待った、その時刻の前後にバスはそれしか通らないのか。僕たちはその現場に30分ぐらいはいたんだ。坂上を目撃した時刻の前後15分と言い換えてもいい。坂上が乗るつもりだったのはあの送迎バスだよ。わかった、次だ。つまり坂上は自動車学校に行こうとしていたということになる。よし次と一旦言って、健吾はすぐに手を振って前言を打ち消す。それも待てだ。車、自動車教習所の送迎バスに乗ったからといって目的地が教習所とは限らない。単に便利な交通機関として便乗しているだけで、教習所自体には用がないかもしれん。慎重だな。けれど確かにその指摘も可能性としては排除できない。いやそうでもないか。キラキタ自動車学校だってボランティアでバスを出してるんじゃない。入校していない人間まで乗せたりはしないだろう。そうか、仮にそうだとしてもどうやって区別する。入校している人間としていない人間と。どうやって区別するためには、入校している人間が何か証明になるようなものを与えるより他にない。それはバスの運転手が運転しながら認識できるものでなくてはならない。僕は4日前の坂上の姿を思い返す。それらしきものは、というか坂上の持ち物は一つしかなかったように思う。僕はゆっくりと言った。カバンだ。いや書類入れかな。あれは白いやつだよ。目印にできるようなものはあれしかない。健吾はうなずいた。なるほど、言われてみればそういう光景は見たことがあるな。白い書類入れを持った人間がそれを掲げて教習所のバスに乗るところ。まあ僕も健吾もこの町に暮らして15年だ。最初の何年かは記憶にないけれど、見たことがあると言われて思い出したけど、僕にもそういう場面を見た覚えがある。その記憶が僕の考えの正しさを裏書きしてくれる。ならこうなる。キラキタ自動車学校の送迎バスに乗るためには、おおよそ決められた場所で
教習所から渡される書類入れを目印に持つことに決まっている。これがキラキタオリジナルのルールなのか全国的にそうなのかはわからないけどね。つまり坂上が送迎バスに乗ったことを納得すれば、坂上がキラキタ自動車学校に入校していることを納得したことになる。入校の手続きを済ませ金も払っているのに自動車学校を中継点としてしか利用していないと考えるのはどうもおかしい。分かった、そこはお前の言う通りだろう。話の腰を折ったようだな。僕は少し笑った。いや、そういう検証が入った方がいろいろやりやすいよ。ことは幼いさんの安否だからね。間違いを犯さないように厳密になってくれた方が僕も助かる。腕組みの堅固は何も言わなかった。さて、ここまでの結論として僕は一つ大きく息をした。つまり坂上は運転免許証を取ろうとしている。堅固の眉がわずかに寄った。ああ、そうなるな。だがそれがどうした。免許証を取るも取らないもそいつの勝手だろう。確かにそうだ。けれど僕は、坂上は免許を取ろうとしているという結論が自分の危惧をさらに深めるのを感じていた。綿密に詰めはしたけれど、坂上が教習所のバスに乗ったと考えた時点で、ここまでは自動的に引き出されることなのだ。堅固は言った。それがどうしたと。それがどうしたのかというと、坂上は何のために免許を取ろうとしているんだろう。バカバカしさを押し殺すように、堅固は短く早く答えた。車を運転するためだ。僕は肩をすくめる。まあ免許証がなくても車は運転できるけどね。機械だから。まともに話せ、ジョー五郎。そんな怒らなくても。シリアスになりすぎると頭も鈍るよ。咳払い。ああ、もしそうなら、つまり坂上が公式に車の運転を許可する者としての運転免許証を手に入れようとしているなら、別に何の問題もない。お勉強頑張って、だ。堅固がため息をついた。結局何の問題もないが結論か。他に用がなければ。僕はそのセリフを無視して、自分の考えを深めるためにつぶやき続ける。けれどそれだけか。免許をなぜ取るか。これは免許証は何に使えるかとも言い換えられる。ものの用途は一通りじゃない。ガラス瓶だってカンニングの仕掛けになる。例えば、免許証を投げればバナナを切る芸ぐらいはできるだろう。そんな隠し芸のために免許を取ると。物理的存在、プラスチックカードとしての免許証は確かにバナナ切りぐらいにしか使えないかもしれない。ここは一つその効力に目を向けたい。その効力、運転免許証の威力、あれがあると何ができるか。免許証を持っていない僕にはそれは十分には理解できない。いや、そんなことはない。実際に取得して初めてわかる免許証の重大な秘密なんてものがあるとは思えない。免許証、何度か見たことはある。顔写真、生年月日、住所も載っていただろうか。そうか、僕はそこに注目していたのか。一息間を置いた。つまり僕は運転免許証の身分証明書としての側面のことを言いたいようだね。飛躍を感じたのか、堅固の目に警戒の色が宿った気がする。しかし異論は挟んでこなかったので、僕は構わず続ける。ここに分岐がある。坂上は何のために免許を取ろうとしているのか。その1、車を運転する許可を得るため。その2、身分証を入手するため。付け加えるその3、その4ある？
健吾はゆっくりと首を横に振った。ない。がその二つなら当然前者だろう。当然なんとかだというとき、それは大抵当然ではない。アフォリズムめいたことを適当に言って僕は続けた。僕は疑わしいと思う。分岐のその一は、要するに坂上は通常の手続きを踏んでいるだけで何の後ろめたさもないってことになる。けどね、話の途中で言葉を差し挟まれた。単に免許を取るだけでも後ろめたさはあったかもしれんぞ。高速はどうだ。僕はすぐに返す。少なくともこの船高では免許の取得は個人の自由とされている。水上高校ではどうだろう。原付で登下校している生徒は見かけたよ。ケーキ屋の前でとは言わなかった。ちょっとだけ恥ずかしかったから。十中八九高速でうんぬんはないと思う。それに人を見かけで判断しちゃいけないけど、坂上は生徒手帳に免許取っちゃダメと書いてあるからって腰が引けたりはしないだろう。ふむと健吾はうなずいた。とりあえず保留といったところだろうか。話を本筋に戻す。でさっき言いかけたんだけど、坂上は普通に免許を取ろうとしているだけっていうのには疑問が残る気がするんだ。少し時間をくれないか。その疑問というのは、坂上が真面目に免許を取ろうとしているのだと思いたくない心理的反発から生まれていたのかもしれない。しかし僕は可能な限りそうした偏見を排そうとする。どうせそんなことはないだろうから、どうせそんなことないだろうからなどと言っては探偵の真似もできはしない。つまり長いものにまかれないということで、つくづく探偵は小市民的でない。2分3分退屈だろうに健吾はじっと待ってくれる。ありがたい男だ。頭の中で情報が渦巻く。整理する、意味づける。こういう時の僕を幼井さんはしばしば楽しそうだと評した。やがて僕の考えはまとまった。疑問は3つ。それをどう話していくか、その戦略も練る。さらに1分2分。指を1本おもむろに立てた。1つ目、距離の話。なぜ坂上はキラキタ自動車学校を選んだのか。キラキタ自動車学校は町外れだ。確か坂上は幼井さんの自転車を盗んだ日、自分の自転車を取りに帰るというような話をしていた。となれば通学は徒歩だ。ということは彼の家は水上高校の近く。水上高校はこの町の大雑把に言って南西にあるから、坂上が家からキラキタ自動車学校に行くというのはバスを使ったとしても一苦労のはずだよ。で、健吾も知ってると思うけど、この町にはもう一校自動車学校がある。キラ西自動車学校だ。場所知ってるかい？健吾はどこか十面だ。水上高校から少し北に上がったところだ。そう。つまり坂上の家からはさほど遠くない。もともとキラキタ自動車学校はどう考えたってこの町の住民のためというよりは隣町の住民のためにある教習所だ。交通の便を考えれば坂上はキラ西を選ぶのが当然だよ。当然なんとかだというとき、それは大抵当然ではない。誰のセリフだよそれ。ありきたりで通俗的なつまらない警告だね。けどもし弱いって言うなら採点してくれないか。疑わしさと疑わしくなさを比にしてさ。比だと。少し考える時間があって、 6.5 対 3.5 で疑わしくないな。十分な数学だ。じゃあ2つ目、年齢だ。指を2本立てる。幼いさんの自転車を盗んだ日、
坂上はグループのメンバーと話をしていた。坂上はその中の一人を先輩と呼んでいたんだ。そしてここが実に重要なんだけど、その先輩と呼ばれた人も別の人を先輩と呼んでいたことを僕は覚えているんだ。ちなみに全員水上高校の制服を着ていたよ。重要だと？健吾はうなるような声を出す。わからんな。じゃあ言い換えよう。先輩の先輩がいるということは、坂上は後輩の後輩だ。つまりよほどの事情がなければ彼は1年生ということになる。それはわかってる。そのどこが重要なのかわからんと言ってるんだ。僕は小さく笑った。らしくないな。こういう公的手続きみたいなものは得意分野だろうに。公的手続き？オウム返しにつぶやいて健吾ははっと顔を上げた。そうか、高校1年生、俺たちは。大きくうなずく。15歳か16歳。それに対して運転免許は最も若くから取れる原付限定または自動二輪で16歳からなんだよ。今は6月だ。おおよそ6人に5人がまだ15歳。15歳は免許を取得できない。つまり1対5で疑わしいんだ。一瞬健吾がキョトンとした。暇を与えずに僕は指を3本立てて健吾に突きつけた。3つ目、態度の問題。彼が仮に16歳だとしよう。で、仮にキラキタ自動車学校で二輪免許を取ろうとしているんだとしよう。確か原付免許を取るのには教習はいらないはずだし。さて、他人の自転車を平気で盗むような神経の坂上くんが自動車学校に遅刻しそうになった。送迎バスはすでに出てしまい、それに追いつくには自転車で全力疾走。市内を南北に横切って北の町外れに先回りするしかない。果たして彼は全力疾走するかな。間髪を入れずに答えが返る。俺ならするかもしれん。僕もすぐに言い返す。健吾ならそうだろう。僕はしないね。問題は坂上がそうするかどうかだ。単に二輪免許を取るために、試験にしても受講にしても毎日できるとは言わないけど、その日にしかできないってわけでもないだろう。なぜその日はサボらなかった？免許を取るためにしばらく真面目になるぐらい誰にだってできそうなもんだ。それに急いで取りたい事情があったのかもしれん。事情はあったろうさ。事情がなきゃ不自然だと僕は見るね。その事情って？こう考えるとスムーズだ。彼は彼より格上の誰かに免許を取らされているんだとね。健吾の視線が鋭くなり腕組みが深くなる。誰かだと？そんなことをして何になる？僕はハッとした。おかしいな。格上の誰かなんて僕は考えていなかった。どうしてそんな言葉が出たんだろう。格上の誰かが絡んでいると僕は直感しているのだろうか。そう思った瞬間、僕は一人の男の顔を思い出していた。坂上のグループで一人だけやさ男風だった男。いや、何の証拠も論拠もないことは今考えるべきではない。僕は言葉を濁した。いや、まあそこはそれ。とにかく判断してほしい。自転車泥棒のその真面目さが疑わしいか疑わしくないか。浅いため息。そうだな。7対3で疑わしくない。なるほど。僕の疑問はこの3つだ。じゃあ健吾がどれぐらい坂上を疑わしいと思っているか、ちょっと計算してみようか。ポケットから携帯を取り出す。メニューから電卓機能を呼び出す。1つ目、健吾は坂上を 65% で信頼した。
2つ目は1対5だから 20% だ。3つ目は 70% だね。健吾、坂上はごく当たり前に運転免許を取ろうとしてるんだってことを健吾自身がどれぐらいの角度で信じていると思う？四角い顔がくしゃりと歪んだ。はめられたことに気づいたのだ。即興でちょっとした罠をかけるぐらいお手のものだ。僕は携帯のモニターを見せた。 0.091 約 9% だ。健吾の考えでも 91% で坂上が怪しいってこと納得してもらえるね。腕組みを解き、健吾は両の拳を固く握る。悔しそうにうなる。クソ、これだ。お前は全く昔からそうだ。やればできるじゃないか。何がダウンだ。本当に嫌なやつだよお前は。今は褒め言葉だと思っておくよ。言いつつ僕は心の中で舌を出した。話術のテンポで押し切ってしまったが、実は3つの競技のうち2つ目はおかしい。他の2つは確かにその通りだが異常ではないと言えるのに対し、年齢だけはそうはいかない。彼は15歳だが異常ではないとは言えないのだ。3つ同列に並べて掛け算をするのは正しい計算ではない。ついでに言うと、15歳は原付免許を取得できないことは、15歳は自動車学校に入校できないということを必ずしも意味しない。免許取得時点で16歳ならいいのだから。けれど僕はそれにあえて触れなかった。もっとも年齢の問題を向きにしても 65% と 70% なら疑わしくなさは 50% を切るだろう。五分五分の確率で幼いさんが危ないとなれば、僕は当然動くし、健吾もまず力を貸してくれるだろう。なのに罠を仕掛けるのだから、確かにこれは嫌なやつと言われても仕方がないかもしれない。困った性分だ。小市民への道は険しさを増していく。坂上が免許を取ろうとすることにある種のいかがわしさはあるようだね。僕はそう話を続ける。すでに30分近くの時間が経っていた。しかし慌てはしない。じっくりと推理連鎖を続けていこう。じゃあ運転免許証をいかがわしいことに使うとしたらどんな方法があるかってことになるけど、何せ物は公的な身分証明書だ。悪用はどれだけでもできそうだね。これは今の話とは別で聞いてほしいんだが、と健吾が言葉を挟む。身分証明書の悪用といえば犯罪組織がすぐに浮かぶな。国の内外を問わずにだ。まあ確かに犯罪組織、マフィアやギャングやヤクザのイメージがないとは言わない。けれど健吾が断ったように、僕もそこまでの話とは思わない。行き着くところまで行けばそういうこともあるかもしれない。ただどうかな。健吾、坂上はそんな大物の下っ端とは思えないんだ。あれは高校生だよ。大物の下っ端という言葉は響きが変だな。軽く笑顔を浮かべる。で、大物の下っ端ならざる単なる高校生、ただし善良ならざる高校生であるところの坂上が身分証明書を手にしてできることは何だろう。そうつぶやいて考える。しかし僕の頭には一つの考えしか浮かんでこなかった。考えというか大まかな方向性といったところだけれど、あれが何か待望を秘しているというんでなければ、十中八九せこい小遣い稼ぎだと思う。せこいかどうかはともかく。そう前置きして健吾はうなずいてくれた。だろうな。納得したの？証明せよと言われたら言葉に詰まりそうなポイントだったので、僕はかえって健吾の同意に驚いた。すっとんきょうな声になった僕に健吾は言った。
その手のやつの目的が金以外だったら、俺はかえって驚くだろう。素直に受け入れられたからと言ってはあまりに甘の弱かもしれないけれど、僕はもう一つ自保を固めた方がいいんじゃないかという気になった。拙速になっても仕方がない。身分証を悪用するとしたら確かに小遣い稼ぎだろうと思うけど、悪用するとは限らないかもしれない。しかしこれには立場が逆転したように健吾が反論してきた。それはないだろう。悪用じゃないってことは普通に身分を明かし立てるってことだ。それなら学生証や住民票、戸籍謄本で間に合うに決まってる。そうか、確かにね。健吾が組んでいた腕を組み替えた。だがな、丈五郎、俺にはどうも無理があるように思えてきたぞ。免許証を悪用するとしてだ、その免許は16歳の免許証なんだろう。それを使って何ができる。少し考え、健吾は続ける。せいぜい万引きした CD を売り飛ばすときに示すぐらいじゃないかな。僕は細かく首を横に振った。それなら免許なんて取る必要ないよ。学生証で十分だ。それに坂上が盗品を売るのに坂上の免許証を使ったんじゃ、何がしたかったんだか分かりゃしない。第一、利益が少ない。労多くして功少なしだ。お前が何を言いたいのか分からなくなってきたな。要はと言って僕は一呼吸を置いた。健吾の言う無理とは、16歳の身分証明書を悪用したとしても大して儲からないというところにある。ならば要は、利益を大きくする方法があればいいんだ。口の中が乾いているのが気になった。僕は舌で軽く唇をなめる。この辺りからが佳境か。僕は自分の頭が冷え冷えとしていくのを感じた。あまり感じることのない感覚だ。口は回るが、舌の動きが随分のろくさく思え始めた。16歳の免許証で動かせる金は確かにたかが知れてる。仮にそこそこの額が動かせたとしても、本人の身分証を使ったんじゃ話にならない。ということは、だ、きっちり小遣い稼ぎをしようと思ったら、20歳以上の他人の名義で免許証を作ればいい。それさえあれば。僕は消費者金融のキャッチフレーズをいくつかそらんじた。お前、丈五郎、何を言ってるか分かってるのか。やや狼狽をにじませて健吾が口を挟んでくる。それは有印公文書偽造、公文書偽造そのものだ。そうなの？刑法の罪状で何に当たるかなんて考えていなかった。第一、それは次の段階への準備に過ぎない。次の段階、つまり僕は今健吾の意見を無視した。自動車学校に入校するために必要なものは何だろう。それはちょっと調べる必要があるね。電話でもかけるか。それでもいいだろうけど。僕はふと思い出した。この2日間に僕はいくつかの資料を集めた。その中にキラキタ自動車学校のパンフレットも入っていたような。自分のカバンを開けて探す。愛用の白いルーズリーフにそれらの資料は挟み込んでいた。あった。キラキタ自動車学校入校案内。市内の結構あちこちで見かけるものだ。健吾との間に僕はパンフレットを置いた。二人でそれに目を落とす。項目が見つかった。指で示し健吾に教える。入校に際してご用意いただくもの。ふむ。ご本人の住民票、印鑑。それだけか。ということはだ、これはちょっと大変なことだ。頭の中だけで考えを進めかけて、
僕は健吾の存在を思い出す。考えを言葉にするが、だんだん早口になっていく。住民票と印鑑か。住民票を手に入れるには本人証明は求められない。印鑑さえあれば住民票は取れる。ということは健吾、20歳以上の他人の名義で免許証を作るには印鑑一つあればいいってことになる。それさえあればあとは犠牲者を選ぶだけ。20歳以上のこの町に住民票のあるまだ運転免許証を持っていない人間。ちょっと待て。僕は自分の言葉にブレーキをかけた。その条件に当てはまり、そして坂上と関係があると思われる人を僕は知ってはいないだろうか。坂上は幼いさんの自転車を盗み、考えの浅いことに駐輪許可シールを剥がさなかった。そのおかげで幼いさんは2度も生徒指導部に呼び出されることになったんだ。2回目は3日前、破損した自転車が発見されたとき。1回目は、考える。しかもその印鑑は3問版で足りる。小鳩は微妙なところだけど、佐藤かなんかなら町の文具屋でも買えるだろう。だけど坂上、はっきり言ってしまおう。坂上を使っているグループがターゲットに選んだのはかなりレアな名字の人だったんじゃないか。健吾は眉を寄せた。健吾の知らない情報をもとに話を進めたのだから当然だ。僕は急ぎ言う。この町に伊予木部さんという学生がいる。彼は選挙の投票に出かけていて空き巣に入られたんだ。ってことは彼は選挙権があるわけだから20歳以上でこの町に住民票がある。しかも通帳には手をつけていないのに印鑑だけ盗まれた。そしてその近くでは坂上の自転車、坂上が盗んだ幼いさんの自転車が目撃されてるんだよ。偶然と割り切れないレベルの話だと思うけど。難しい顔をしていた健吾が不意に顔を伏せる。そのままじっとしていたかと思うと、ぼそりとした声で言われた。なら、自動二輪免許を取る必要はない。原付免許の方が楽に安く取れる。少し考える。自動二輪の方が実際の運転にも使えて便利だ。それに、原付限定免許って社会的信用って面じゃ怪しいんじゃないかな。あんまり聞かないものだもんね。なるほど。だが、健吾は重々しく言った。証拠がない。そうだね。僕は机を小突く。トンという音に健吾が顔を上げる。ようやく読めた。幼いさんがしようとしていること。僕がどうして幼いさんが危険だと思ったのか。一つ息を吸って、僕は健吾を正面から見据える。まとめて一言で言おう。幼いさんは詐欺を目論むグループと対決している。その言葉に推理連鎖が収束していくのを感じながら僕は続けた。幼いさんは自転車を盗んでそれを壊し、こともあろうに春季限定いちごタルトを台無しにした坂上を許しはしないよ。幼いさんは坂上の動向に敏感で、隙あらばその喉笛を食いちぎろうと狙っていた。3日前、坂上が自動車学校に通っていると分かったとき、幼いさんは尻尾をつかんだと言ったんだ。思えば、あれは幼いさん自慢のデジタルカメラで証拠を握るつもりなんじゃないかな。揃えるべき証拠ははっきりしてる。坂上の名は坂上だと証明する写真と、自動車学校ではそれ以外の名前で登録されているっていう写真を撮ればいい。あとは僕は口ごもった。しかし健吾の眼光の前ではいい加減にでも弦を継ぐしかなかった。
あとはおさないさんがどこまでやるかだ。まさかゆすりたかりまではやらないと思うけど。ちょっと待てよ。まったく下せないというように剣吾は首を振った。お前の言うおさないってのはあのおさないだろ。下の名前までは覚えてないが、この前俺の家に来た女のあのなんというか引っ込み思案が人の形を取ったような。不詳不詳をうなずいた。うん、その幼い雪。それが喉笛食いちぎるだの、ゆすりたかりだの。僕の声はどんどん小さくなる。いや、健吾、僕は小賢しかった。それが嫌で僕は小市民を志した。秘密にしてほしいんだけど、幼いさんも同じなんだよ。二人で小市民道を極めようと誓った。ただ、幼いさんが捨てたがったのは小賢しさじゃないけどね。周囲をうかがう。幼いさんは知らぬ間に後ろに立つ。大丈夫、いない。それでも声を殺した。僕が狐だったと例えるなら、あれは昔狼だったんだ。あんぐりと開いた口が健吾の心境をよく物語っていた。今でこそ幼いさんが嬉しそうな顔をするのはせいぜい甘いものを前にした時ぐらいだよ。でも前は違った。幼いさんは自分に危害を加える相手を完膚なきまでに叩き伏せる時一番楽しそうだったんだ。幼いさんに手を出した人間がどんなカウンターを食らったか、それを食らわすために幼いさんがどんなにうまく立ち回ったか、それを健吾に説明する必要はないだろう。いろいろあった。それで十分だ。第一、僕も全部は知らない。自転車を盗まれたこともそれを破壊されたことも、ひょっとしたら春季限定いちごタルトを台無しにされたことさえ幼いさんにとって本当は重要なことではなかったのかもしれない。あの一件の真に重要な側面は幼いさんに復讐を企む大義名分を与えたというところにある。幼いさんは久しぶりに企む仕返しに胸を躍らせていたかもしれないけれど、僕たちは小市民になると決めた。僕は小賢しさを捨てると決めた。そして幼いさんは執念深さを捨てると決めたのだ。自転車が盗まれた翌日、幼いさんは今私考えることがあった方が楽なのと言ってらしくない協力をしてくれた。あれは事件の衝撃を忘れるために他のことを考えたかったのではない。幼いさんはそれほど可愛くはない。あの日幼いさんが忘れようと努めていたのは仕返しを企み、それを喜ぶ彼女自身の成功だったと僕には分かっていた。いや、信じんぞ、この目で見るまでは、と健吾は言った。それもいいだろう。幼いさんとしてもそちらの方がありがたいに違いない。重要なのは幼いさんの過去ではない。彼女の現在の状況だ。健吾の動揺が収まりきるのを待たず、僕は続けた。とにかく幼いさんは物騒な連中に近づいている。さっきの数字だと 91% だったっけ。幼いさんなら心配ないような気もする。健吾は知らないだろうけど、幼いさんはすごいよ。体がちっちゃいからでは説明がつかないほどきれいに忍び寄る。器用だし体のキレもいい。ひょっとすると手裏剣ぐらい投げられるんじゃないかと思うこともある。証拠写真を揃えるぐらい苦もなくやるだろうさ。ただ僕の読み通りなら相手には今回絵を描いたやつがいる。今の読みが当たっていれば坂上は計画の弱点ってことになるからね。案外きっちりガードしているかもしれない。相手はまず間違いなく男だ。力勝負じゃ幼いさんも危ない。
善良ならざる男の集団が幼いさんを捕らえた時どう扱うか。僕は身を震わせた。想像したくもない。少し整理させてくれ。どうぞと言って僕は口を閉じる。健吾はずっと組んでいた腕を一旦ほどき、血を巡らせるように軽く2、3度振ってまた腕組みをした。眉を寄せてじっと考えているようだ。本来なら健吾は何も考える必要がない。僕の今の考えが真実かどうかを検証などしなくても、おざなりに引き受けておいて、あとは実際に助けを求められてから考えてもいいのだ。しかし引き受けるからには真剣にということなのだろう。これだから頼りになる。僕はいくつかの面で健吾を侮っているが、それよりもはるかに多くの面で彼を認めているのだ。そしてそのことは多分健吾も知っている。やがて健吾が動いた。右手をポケットに突っ込み携帯を取り出した。今すぐできる簡単な確認がある。やってみるぞ。つぶやくように言って僕の答えを待たずにボタンを押す。誰にかけたのかはわからないが、相手はすぐに出たようだ。心安い相手らしく、健吾はいきなり用件を切り出した。ああ、今ちょっといいか。木戸中学を去年卒業したらしい坂上って名字の男の誕生日を知りたい。ああ、そうだ。方法は任せる。母、木戸中学というのはこの町の中学校の一つだが、健吾もなかなか考えが回る。水上高校の近くに家があるなら、まず間違いなく坂上が通ったのは木戸中学だ。そこが分かれば誕生日も調べられる。僕は考えもしなかったけれど、顔が広い人間なら木戸中を去年卒業した人に渡りをつけることもできるだろう。そうなればあとは簡単だ。卒業アルバムに誕生日が載っている可能性は高い。しかし健吾はそこから妙な反応を見せ始める。いや違う、ああそうだ、小鳩絡みで。なんだって？で引き受けたのか？いや別にまずくはない。結果はわかるか？そうか、ああそれだけでいい。じゃ手間かけたな。携帯を下ろす。何が起きたのかと健吾の言葉を待つ。健吾は頭をざらりと撫でた。先回りされてるよ。坂上に？てか相手は誰？姉貴だよ。友達100人が自慢だからな。コネクション関係はあれに任せれば間違いない。で、坂上じゃない。幼いが先回りしてるんだよ。なんと。昨日同じことを幼いに頼まれたんだと。アホ姉貴、てっきり幼いがお前から坂上に乗り換えたもんだと思って気の毒がってたぞ。笑いたいような気分になった。千里先輩の勘違いにじゃない。幼いさんの行動力にだ。幼いさんが千里先輩とそんなに仲がいいとは知らなかったな。いや、姉貴の基準じゃ言葉を交わせば友達だ。家に来たお前らは親友扱いだろうさ。まあ実は家に伺ったというだけじゃないのだけど、千里先輩と幼いさんと僕とは3人で健吾の挑戦を退けた仲なのだ。それよりも結果が出てるぞ。結果。僕は居住まいを正す。健吾はもったいぶらなかった。坂上姓の男は一人、暇では忘れたそうだが12月生まれだそうだ。まず間違いなく坂上は15歳だ。唾を飲む。そうか、これで坂上が真っ当に運転免許を取ろうとしている可能性はかなり低くなったわけだ。ゼロでないというのは、坂上が中学浪人の末に水上高校に入ったということも考えられなくはないからだけど、まずないだろう。気合を入れるように健吾はふっと息を吐いた。話は分かった。用があれば呼んでくれ。
最優先で駆けつける。ただお前もそこまで分かったのなら、なんとかやめさせるように工夫しろよ。やってはいるんだけどなかなかね。言いつつ僕たちはほとんど同時に席を立った。健吾が腕時計を見る。そういえば何か用事があると言っていたけれど、長い話になってしまった。申し訳ないことだ。あとは話すこともなく、じゃあとだけ言い交わして別れる。その間際だった。僕の携帯が鳴った。着信音に音楽は使っていないけど、着信したのが電話なのかメールなのかは音でわかるようにしている。メールが届いたのだ。僕は何気なく携帯を取り出した。幼井さんからだ。何？教室を出かかっていた健吾が足を止める。そのメールを開いた僕は、すっと体温が下がったような気さえした。異常に気づいたのか健吾が寄ってくる。どうした？いや、わからない。なんだこれ。モニターには幼井さんからのメール。そこには何も書かれていなかった。件名はなく、本文には URL が貼られているだけ。その URL の先は白紙だった。ただの空メールならいい。けれど何のためにそんなことを。そう思いたくはないのだけれど、悪い方向への連想が止まらない。僕は知らずつぶやいていた。まさか本文を打とうにも打てない状況にあるんじゃ。それを聞いた健吾の判断は早かった。ジョーゴロ、お前歩きか。あ、うん。そうか、なら二人乗りだ。キラキタ自動車学校だな。行くぞ。それだけ言って健吾は教室を飛び出していく。いや、健吾が教室を飛び出したかどうかは、実は僕は見ていない。なぜなら、僕の方が健吾よりも一足先に駆け出していたからだ。